こえた。こんばんは。みりんが10時45分をお知らせします。そう、ここで超えたらだからね。そう、皆さんのところで超えても、まあまあまだ待ってください。黙って待っててください。どう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 、落ち着いて落ち着いて。はい、本日はほのたの生誕祭がありました。イエーイ。久しぶりに髪の毛を巻き巻きしました。もう大体取れちゃったんだけど、ちょっと残ってるかな。今日はこっちはクレリンパしてもらって、こっちは編み込みしてもらいました。イエーイイエーイ。ほのたんの生誕祭に出演するのは今回が3年連続出てるらしいです。らしいです。私なんか3年連続出てる人ってあんまりいないかも。ゴゴリバは割と出てたけど、その前の陸上公演が全然出れなかったから、そこで出れてないメンバー結構いるかな。アカリンのとかも出てないし。そうなの。あとはきっと今年やるのは人はきっとユニットでやるのかなって思うので、うんね。まただってこの間もね、高校の生誕祭があった、ね、うん。そう、巡り合わせが。そうだね、巡り合わせ本当に唯一と言って過言ではないぐらい。もう多分だって本当にそんなめっちゃいないと思う。きっと誰か分析してもらったらきっと暇な時にちょっと分析してみてください。あと何人かぐらいしかいないはずだな、うん。3回出たっていうの、まだね3回目がないメンバーも多いけど、お誕生日来てなくって、うん、ねえ嬉しいです。今日は奈々さんの生誕ティーです。ほのたん21歳ということで、奈々さんの21歳の生誕ティーを来ました。イエーイあ、寸劇笑った。どう、面白かったですか寸劇。皆さんが笑ってくれたらいいなと思います。さっきツイートもしたので、ぜひぜひ皆さんコメントもたくさん。見てくださった方はね、見てくださってない方も、まあこの写真見た感想とかでもいいし。ね、おもろ、ありがとう。ツイッター見て。そして9月2日、いいねしとこ。9月2日、5枚目シングル発売を記念した LINE ライブ特番が配信決定。メンバー全員による夏の歌合戦を繰り広げます。さらに初パフォーマンス楽曲もどうぞ楽しみにということでございます。あ、ボールボーイ佐竹さん。何なんだろう、 LINE ライブで。へぇー。楽しみ。あとは再販が。再販が決定しました。5枚目の。あとはそう、パネル付き A3 メンバー個別写真パネル付きセットの再販が決定しました。イエーイ。お待たせしました。これは不足分追加、不足分プラス追加制作、追加
追加作って追加で作ってくれるみたいなのでありがたいですね。今回急遽9月中旬お届け分の部材を確保することができましたので追加制作分の受付をさせていただきます。だってもちろん追加制作分もメンバー直筆オリジナルメッセージカード付きとなります。イエーイということなのでぜひぜひお忘れなきよ。これ結構締め切りが早くって明日までですね。明日までです。明日の13時までです。はい。そしてお話し会も再販が始まりました。お話し会も明日の13時までです。お話し会はちなみに全ての部今のところ申し込めるのでぜひぜひ最初に取れなかったよっていう時間がある方またはもっとまとめて取ってみようかな100枚取ってみようかなみたいな感じの方もね全然遠慮なく取ってみてください。はい。あ、そっか、初回あれか、枚数決まってますね。100枚は申し込めません申し込めない、失礼しました。一人何枚までだっけな。あ、1枚あたり5枚、10種類までだから50枚までです。一人50枚まで。まあだから1部あたり5枚までしか取れないですね。なのでまあ5枚までだけど別に全部私のも取れるから50枚取れますよってことですね。あ、インスタ見たよ、ありがとうございます。追加で申し込んだ人、申し込むじゃなくて申し込んだ人、もう申し込んだ人、おした、よくできました。50枚申し込んでいいの、もちろん。ただ一つの部は5枚までしか申し込めなくって 5×10 で申し込めます。あ、すごい、みんな早い、申し込めたよ、えらい、えらい、すごい、めちゃくちゃ嬉しいです。なんか自分がこう言って申し込んでもらえるのもすごいもちろんありがたいんですけど、なんか言う前にもう申し込んだよって言ってもらうのはめちゃくちゃ嬉しいですね。じゃあちなみにパネル申し込んだ人、はーい、パネル申し込んだ人、はーい、あ、すごい、はーいって、もちろん、ありがとう。結構外れたからね、欲しいよね。ちなみに私は奈々さんのが欲しいんですけど、きっと奈々さんのファンの方も欲しいと思うんです。私が変な遠慮じゃないけど、私も一ファンとしてもだけど一応メンバーなので一応ちょっと配慮して1時は申し込みをやめます。ただ2時でまだ奈々さんが残ってるなら容赦なく申し込むので、奈々さんファンの方はぜひ1時で申し込んでください1時で申し込んだって、そう、私のせいでなんか誰かが落選してしまうのは申し訳ないので、まあだってさすがに2時で申し込んで当たらなかったユミのせいだって言われても、それはじゃあ1時で申し込んだらよかった話じゃんってなるから私は2時で申し込みます。ただ奈々さんは2時で残ってるかがわからないのでそこなんですよね。奈々さんが2時で残ってますようにっていう。そうだから、奈々さんファンの方、まあ私のファンの方もですけど、とりあえず1時で申し込むのが一番いいと思います、1時はそうみんなが幸せになったらいいなって思うので、そうなんです。なので1時は申し込みませんが、2時でもし残っているならば申し込みます。残ってるかわかんないけどね。再販で当たらない、
力で打てそうね。そう、でもなんか前回の調子から言うと奈々さんは一時で売り切れると思う。遠慮しないで1時から申し込んでいいの。そう、私がもし卒業して1オタクだったら全然もうそんなことなくてもなんか確率は一緒だぐらいの勢いで1時で申し込んでるけど、まあ一応仮にもメンバーなのでそこはまあ自分の持ってるし、だって自分のだけど奈々さんのじゃないけど自分の持ってるので、まあ自分ので我慢っていうか、ね、2時で残ってますように。うん、2時でも2時残ってますよ。私のもちなみに2時で残ってるかはちょっとあまり保証がないので、はい、結構ね、結構外れてたもんね、みんな最初の時に、再販じゃない時に。だから、うん、そうなんだ。確かにどれだけ追加してくれたかにもよるよね。そうなんだよね。ぜひぜひ。あとはお話し会も忘れなく。ぜひぜひ。でお話し会さ、決済してない人いる？もうあぶり出しじゃないけど決済してない人いっぱいいるから全部申し込めるんだよ。あれいいのか悪いのか、まあなんか申し込めなかった人に対してからすると再販で申し込めるのはありがたいかもしれないけど、そう、まあでもしてない人もここでしてないって言うのもどうか。あ、みんなしてる、ありがとう、ありがとうございます。そんな人はいない、うん、いないであってほしいですけどね。まあでも何人かいるっていうことで全部再販が申し込めるので、ぜひその人のうっかりをの穴埋めをじゃないけど、ようです。なんか1枚2枚とかならまだっていうダメだけど、あれだけど100枚とか申し込んで決済しなかったとか言ったらもう泣いちゃうよね。もう泣いちゃう泣いちゃうってなっちゃう。あ、23日目、ありがとうございます。23日目、そう、どういう事情があろうともなんか100枚とか取って決済しなかったって言われると嬉しくはないよ申し込みに備えちゃう。おめでとう、ありがとう。申し込んだが資金用意できなかった。だってあれだよ、申し込みのところにあなたは書いてあるもん、この書いてあるもん、このどこだっけな、どっかに注意書きで書いてるもん、ちゃんと。ね、ちょっと待って、どこだっけな。あ、最終確認事項、主催者指定の本人確認のルールを理解いただきましたかの次に、当選した場合必ず代金を払いますかみたいな書いてるもん。未成年の方は購入に保護者の同意を得ましたか、小学生以下の方は当日一緒にいてくれる大人の方が決まりましたか、個人情報の取り扱いについてご理解いただけましたか、イベントに参加必要な本人確認書類についてご理解いただけましたか、メールアドレスの記入ミスによりメール未着が増えています、ご注意ください。上記の内容ご理解いただけましたか。はい、理解しました。お、押さないと申し込めないから、これの先が抽選申し込みはこちらってだからそう、だから
嘘ついたことになっちゃう。理解してない、ぜひ。なんかああいうのってこう飛ばしちゃうけど、意外に大切なこといっぱい書いてあるから、よく読んでみると意外と面白いよ。なんかよくみんなが公式さんのツイッターの返信とかで、これってどうなんですかとか、なんちゃらがなんちゃらなんですけどとか言ってる、え、これ書いてあるのに読んだらいいのにってめちゃくちゃいつも思ってるなんかご丁寧に書いてくれて、なんか七並べとかもさ、なんかすごい読んだら、読んで理解できないこともあるけど、大体書いてあるからね。なんか絶対読んで、絶対読んでないでしょって思ってる読んでって。私は取扱説明書が好きなので、よく読んでってめちゃくちゃ思います。読んでって返した、もう読んでって返したい。でもなんかそんな人に返信するぐらいならね、自分のファンの人に返したいから、自分のファンの人にもね返信してないのに、なんか初めての返信がその人って嫌じゃない？それなら可愛いって言ってくれてるやつにありがとうって返したいしね。それを応援してくれてる人が損しちゃう。ということで、私の晩ご飯タイム、ヒュー、ドッカーン、パラ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 、あ、そうそう、ね、そう、はい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 、ちょっと待ってね。今日の晩御飯は何でしょう。1、スムージー、2、スムージー、3、スムージー。私も欲を言えば、今めちゃくちゃ食べたいものは餃子が食べたい。もうあずさがめちゃくちゃ餃子について言ってるのよ。だからもうなんか、しかもマヒナだっけ、もうなんか餃子食べたいみたいなツイッターとかで言ってるから、もういや餃子食べたいってなってる。餃子が食べたいです、今めちゃくちゃ。餃子っていいよ。ということでシェイクしてきます。蜂蜜も少しみた、少しみた入れます。よいしょ。蜂蜜ね、入れると程よい甘さになるので、私は蜂蜜が欠かせないです、このスムージーは。特製スムージーいただきます。うん、うん、うん、氷はね入れてないです。このベリーミックスが入ってるんですけど、が凍ってるので、もうそれを入れて、豆乳を入れて、蜂蜜をちょっと入れただけで、本当に寛容な感じです。うん、
キンってなりそう、キンってなりそう。豆乳よ豆乳。あんま知らない。野菜なしです。ちょっとそれは野菜なしですね。野菜入れた方がもっとあれなんですけど、豆乳の代わりにジュースを入れちゃダメ。え、別にダメなことはないけど、こっちの方がヘルシーだよねっていう話。別に牛乳でもいいんだけど、私は豆乳です。パー、おいしい。スポーツやってた時は何飲んでた？スポーツやってた時っていつだろう。私部活はずっと吹奏楽だから、まあ、でも体育の時とかは、まあ、スポーツドリンクとか飲みますね。めっちゃ王道な。あ、みちょはね、冷蔵庫にまだ2本あるんですよ。最近みちょよりもこっちにはまっちゃったからあんまり飲んでないかも。今日もしっかりお昼ご飯は食べたので、なんか栄養は偏らないです。お昼にがっつり、結構がっつり食べてるんで、うん、安心してください。うん、私ね、小指をこうやって置いちゃう癖がある。携帯もこうやって持つ、小指を。どういうか、小指をこうやって置いちゃう。あんまり やると小指が曲がっちゃうんだよね。うん、あ、確かに楽器持つときにそうかも。ある。どうしやそう、ファミレードなんドレミファ、ドレミファソラシドなんですけど、これはソシャープで、この辺のやつめっちゃ、ここしたソシャープ、ここしたらみたいな、この辺でこうやってやるから、それかも。ここの3つは割とくっついてるんだけど、ここがちょっと離れてる。こうやって、これもこう、この3つは割とくっついてるけど、ここ小指だけ離れてる、上も下も。だからかな、だからかも。うん、指一本ずつ動かせたらすごい。めちゃくちゃ優しい、めちゃくちゃ優しい。もう そうやって言われたい、ずっと。もうなんか演奏が下手だねとかじゃなくて、え、すごい、もうピアノ弾いてる人とかにもじゃあね、言ってあげて、ぜひ。もうなんかちょっとなんかよく分かんなくなってくるから、演奏とかに対して。第一関節だけ動かせる、これでしょ。あんまりやらない方がいいって言われる。ピアノ弾くときにこれが癖になっちゃうと、ここでカカカカってなっちゃって引っかかっちゃうから、あんまり楽器やってる人は本当はね、あんまりやっちゃいけないんです。完食、美味しかった。そうだな、あとここが、まあつく人はいるけど、ここがつく、こうやって、ここが親指がつくかなぐらい。
指は地面につきません。でもめちゃくちゃ硬いからそう体は硬いです。めちゃくちゃさやかりんがそれ得意。そうなんだ、みんなよく見てるねそうなんだ、今度話してみよう。体はめちゃくちゃ硬い、開脚とかしてみたいかな。じゃーん、シースピカセット、シースピカのイベントに出演したので、これ別のやつね、いろいろねシースピカグッズをいただいて、めちゃくちゃ全部すごいのでちょっと紹介させていただきたいと思います。すごい、きっとこの辺はなんかどっかで買えるのかな、きっとシースピカにのなんか車内販売とかもあったから、車内、船内販売とかもあったから、もしかしたらまあ船が乗れるようになったらそこで買えるのかもしれないですけど、まずはじゃん、シーズピカのボールペン、めちゃくちゃかっこいいんだけど、めちゃくちゃかっこいい、伝わってほしいな、このかっこよさが。なんかね、鉄道でいう水風みたいな感じの光沢がある感じの船で、水風はこれの緑版なんですけど、本当にちょっとシックって言ったらダークじゃないけど、なんだろうな、ちょっと大人な高級感のあるボディなので、そのボディの色がこのボールペンに使われてるって感じですね。この色、この色してるシースピカ、この袋もですね、すごい。そしてちょっとこれ最後にしていい、これが一番私はやばってなった。ちょっとこれ最後にします。あとはあれすごい、早く食べないと。いつだろう、8月27、1週間後だ。じゃん、これ銀河の広島レモンバターケーキ、さっき焼いたんだけど、これはもしかしてギフト、すごい、めっちゃおいしそう。じゃーん、あ、有名なんだよ、食べたことある、すごい、広島で買えますか、どうなんだろう、でも買えるから食べたことある人がいるのかな、ちょっとね、そうね、その辺はちょっと私はこのやついただいたので、いろいろ気になる方はぜひ調べてみてください、調べてみてください。いつ食べようかな、あさって24時間テレビで食べようかな、ひなちゃん、それか、そうなんだよね、私その時に実家に帰れるかと思ったら、その日、次の日もね、そうなの、お仕事が早いので帰れなさそうな感じ、残念、ありがたいけど残念だけど、ありがたい。27までには食べます。そしてじゃん、シースピカと書いてるこの箱の中にはじゃーん、すごい、木、シースピカって書いてる、これはなんかスマートフォンのラバーウッドスピーカースタンドシングルホン、スマートフォンの音楽を再生しスピーカーの位置を下にして溝に立ててかけてください、音が大きくなり電源不要のスピーカーとして使用できます、またスマートフォンを充電しながら使用することができます。すごくない、電源不要のスピーカーってこと、ちょっと流せるやつあるかな、 あんまりねえ音流したら
怒られちゃうんだよね。なんかアラームとかでいいですか。どういうこと、どういうこと、横横縦なのかな。あの縦っぽい、これ横でも縦でもいけるけど、縦にしたらいいかも。ちょっとなんかアラームの音聞けるかな。ちょっと待ってね。あ、怒られちゃう、怒られちゃう。これが、あ、え、あ、え、めっちゃ聞こえる。これと、え、全然違うくない？わかった？めっちゃ大きくなる。音量変えてないのに全然違う。すごい。え、これ夢力流して怒られるかな。怒られるかな。これ普通の夢力。あ、違う。ちょっと違う。ちょっと違う。そう、夢力はどっかの、私めちゃくちゃアラームかけてるんですけど、どっかのね、早い目のタイミングがね、夢力なんだよね、どっか。あ、もう忘れちゃったからね、わかんないんだけどね。そうなんです。この時間ってことは、じゃあこの時間に起きたら、雪ですね。あ、待って、私カード持ってる。待ってる、はいはい、この中に入って、忘れないようにしないと。この中にいろいろ入ってるので、ケース忘れたら結構私終わり。オーダーってなる。時間ごとに変えてるのに。え、全然変えてることはないんだけど、ただそれだけ違う。夢力か、そのタタ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 って感じ。確かにシーズピカとスピーカーをかけてるね、いい感じ。私こういうね、いただき物ね、なんかはいでしたって袋にしまっちゃうの。すぐなんかすぐ使えない。だってシースピカーって入ってるんだよ。めっちゃかっこよくない？ロゴがかっこいいんだよね、シースピカーって。そして私が全部嬉しいんだけど、一番嬉しかったし、え、やばってなったやつ。え、ちょっとこの大きさで当ててください。あ、わかるかな。わかるわか。同じやつ欲しいね。もしかしたらこの時限定なのかもしれないし、販売されてるのかもしれないし、ちょっとその辺はちょっと調べてもらえるとありがたいです。あー、そのケース、トランプ。あー、あ、正解出てる。正解はじゃーん、モバイルバッテリーでーす。すごない？めっちゃかっこよくない？これめちゃくちゃかっこいい。軽いし、普通に普通に軽いし、めちゃくちゃかっこいい。裏はこんな感じなんだけど、シースピカね、すごいって言いながらまた戻すっていうね。私でも使います、これは。容量は4000ですね。違う、2500か、1回分ぐらいかな。でも持ち運ぶだけでかっこいい。これは私のカバンの色とちょっと似てる。私のカバン、これちょっと似てない？シースピカっぽくない？これやった、ありがたいですね。ぜひね、こう
アンバサダーとしてシスピカ盛り上げ隊としてね、シスピカの良さをお伝えしたいと思います。ね、なんかでもすごい感染対策を結構されてて、お手洗いとかもその完全除菌なんて、あんまりちょっと詳しくは多分ホームページとかで見た方が絶対分かりやすいんですけど、でもその感染対策とかすごいされてるので、割とマスクとかはね今のご時世しないといけないんですけど、割と安心して乗れる船かなって思いますね。あとはあのデッキがすっごいかっこいい、すっごいかっこいいんですよ。デッキがこちらが、こちらがシースピカのパンフレットなんですけど、アンバサダーとしてじゃん。あ、はいはいはい、ごめんなさいごめんなさい、フックダーカイの配信が始まりました。はい、この2階部分のちょっとね、今日全ごめんなさい、そう今日全然4つしかメール送れなかった、いつの間にかもう時間過ぎちゃってて、明日送ります。そうこのねえ、もうねちょっと公式ホームページとかで見てほしいマジで。あの本当にこのデッキがすごいのよ、めちゃくちゃおしゃれだしかっこいいし、デッキでなんか貸し切ってパーティーとかしたい感じですね。ここがここにも座、ここふっかふかなの、ここに座れるしここにも座れるしここにも座れるんだけどですね。ソファーがあるんです、デッキすごいよね。そうだからここでイベントとかねやってやれたらめちゃくちゃ楽しいと思う。で1階のそのまるでラウンジのようなソファーでくつろぎ窓からの景色をお楽しみいただけますって書いてるんですけど、もうまさになんかこう鉄オタとしては座席ってめちゃくちゃその見た目の次って言っていいほど座席ってめちゃくちゃ見るんですよね。あのもう座席が最高、なんかいろんな形の座席がソファーがあって、それもねここには全部載ってないんだけど、あここに載ってるかな、こんな感じのやつがあったり、あとここのそのオレンジの部分はバリアフリーの座席になってて、そうなんです、その階段にもねちゃんと船にもバリアフリーの階段で車椅子の方とかがこう慣用エスカレーターじゃないけど車椅子の方とかが座ってこう階段を上ることができるやつが ST48 号にもついてるんですけど、それがついてて、あとは普通にバリアフリーのお手洗いがあったりとか、あと荷物の置く場所があったりとか、なんか船に乗ったのは昨日1時間もないぐらいだったんですけど、もっと乗ってたかったしもっと写真撮りたかったけど、そうなの、いろんなお偉いさん方と一緒に船を満喫してきました。うーん、東向きコースと西向きコースがあるんだって。あとは私のなんかなんといっても注目ポイントはこのシースピカのパンフレットに私が載ってるんですけど、この写真割となんか好きなの。なんかこのパンフレットを初めて見た時になんかねすごいはっいいっていいってなった、いけてるいけてる。これにはねマイキューと私とふーちゃんとコウゴが載ってます、このパンフレットには。そうパンフレットのおすすめは私、いやでもなんか
ちょっと一回見てほしい、はい、あ、瀬戸内行って船が好きになった、ありがとう。とかパンフレットぜひいろんなところ瀬戸内にね、どっか。でもこれ JR 西日本さんがやってるので駅とかにもしかしたら浮いてある置いてあるのかもしれないかな。あ、ちょっとここに URL があるのでみんな、はい、読み取って、あ、読み取る、瀬戸内パレットで検索もできますよ。読み取って、うん、あ、確かにキャンキャン組だわ。全然気がつかなかった。へえ、あ、読めた、すごい。まあ、読み取れなかった方はぜひね、あの瀬戸内パレットかシースピカーで検索してみてください。確かに、でもこれ撮影したのって結構前なんだよね。この時はだってキャンキャンとかまだ全然してない時とかだと思う。こっちが先ですねなんかキャンキャン選抜とか言ってるけど実際シースピカ選抜なのかもしれない、その4人のカップリング。まあでも ST48 がアンバサダーなのでシースピカはその誰がとかじゃなくて全員アンバサダーなので、それは全然なんかこの子が特別とかは全然ないですよ。なんか瀬戸内のなんかいい魅力を発信できる場が増えてすごく嬉しいです。あとはこのシースピカと一緒にエトセトラっていう電車がまたその瀬戸内で、あのなんかどこまで言っていいのかが分からなくて怖いな。エトセトラができることは発表されてるんだよね。ああ、全然2年前とかだこれはい、今年の秋からですね瀬戸内広島デスティネーションキャンペーンっていうのがありまして、まあそれもうだからこれ確かシースピカも秋から走るのかな、だしエトセトラも秋から走るので、この秋からは瀬戸内が熱いっていうことですね。はい、瀬戸内広島デスティネーションキャンペーン、もういっぱい言ったから私言えるのも、瀬戸内広島ディスティネーションキャンペーンが、はい、今年の秋からできます、できますってかあります、うん、そうなの。船はシースピカ、電車はエトセトラで、なんかだからなんだろうな、エトセトラできてシースピカに乗ってとかしたらなんか楽しそうだなって思うし、ザ・瀬戸内旅って感じだよね、うんうん、JR 西日本すごいね。もう本当にそう声を大にして言ってください私全然 JR 西日本の方じゃ人じゃないんですけど、卒業したら就職したいですねJR 西日本にJR さんはすごいね。もうそうだよね、 JR さんすごいね。しかもね、そういうのに STU として参加させてもらえるっていうのがすごいありがたいですね、うん、ありがたいですシースピカぜひぜひ。確かにエトセトラのね出発とかやりたいね。今回はそうシースピカの出航をやらせてもらったので、みゆみゆがなんかドラを叩いて、私が完全シースピカは間もなく出航いたしますって、私が出航ってやったので、みゆみゆがその出航の合図のドラみたいなのの
そうだね、この流れでぜひ嬉しいですね。もう FTU にいてよかったってなります。ですね、うん、以上 C スピカ宣伝部長でした。 C スピカアンバサダーでした。いやでも本当にいろいろグッズいただいてめちゃくちゃ感極まる滝野です。この前もらった花束はまた違う仕事です。違うって言ってもなんだろうな、まあ内緒内緒内緒、あれはまた別の日にもらったやつですけど、あれはまだない内緒。でもすごい早く言いたいですね、いろいろ。明日の仕事も早く言いたいし、明後日の仕事は言える。24時間テレビに出演します。はい、母校と母校の吹奏楽 学部と一緒に。し明後日もねちょっと楽しみなお仕事なんですよね。いいお知らせができそうな感じで、しし明後日もしししあさってもずっと楽しみな仕事が続くね。このご時世にねこういろいろバタバタやらせてもらえるのはありがたいんだよね。本当にありがたいです。本当にずっと今月お休みが3日とかかも。 今月すごいなんか今までぐらいにありがたいですよね。ありがたい。このご時世にこんなにお仕事、もちろんあのいろいろ予防はしてますし、毎日お仕事の前に検温があるのでその辺もちゃんと対策は STU してるので、うん、まあ、ご安心くださいって言ったら何がどこであるかわかんないけど、でも対策はねきちんとしてます。そのアルコール消毒だったりとかはちゃんとしてるし、そうメンバーもだしスタッフさんとかもなんかここで測るピーとかそうなんかやってるので、ちゃんとロケとかだったらそのフェイスシールド、この前の令和の平和ソングの時もちょーちゃんとかコアとか私がつけてたんですけど、ああいうのをつけてたりとか、あとはシースピカもその出航の時はマスクを外させてもらったんですけど、以外の式典の時はみんなマスクして、ちょっとまあソーシャルディスタンスじゃないですけど席の間隔を空けてちゃんと式典もね見てたので、ご安心くださいませませ。そうだね、あと私も特にいろんなところでお仕事があったりするから一番気をつけないといけないのかなと思ってるのでね、なのでしっかり心がけてます。なんかね、自分も守りたい、自分も守らないといけないけど、なんか近くにいる人をね守らないといけないから、なんか100歩譲っていけないけど、自分も気をつけないといけないけど、自分がなるより自分がなってね移してしまうっていうのがもうだもんね。確かお世話になる方だもんね。まあとはいえなんか気をつけててもっていう部分はあるので、しっかり気をつけます。私普段あんまり手洗いもうがいもあんまりしない人で、しなさすぎて一人暮らし始めて、その
夢の国に行った時にあの母の形でプシュってやったら出てくるあのあれを買ったんです。ハンドソープを買ってでこれ買ったら私手洗うんじゃないかなって思ってそれを買ったぐらいあんまり普段正直そんなにこまめにやる方じゃなかったのでですけど最近は本当になんか人が変わった人が変わった感じなんかそんなにこまめにしなかったなんか食事の旅とかはしない外から帰った時はするけど別に、うん、そんなになんかことあるごとに手洗うとかうがいするとかはそんなに気をつけたことなかったな正直今まで。でもだからめちゃくちゃそのハンドソープの減りが早いです。えもうなくなったみたいな感じびっくりしちゃう。意識高くなったね。あとはなんかハンカチも持ち歩くし今までも持ち歩いてたけどめっちゃなんか毎日持ってたわけじゃないかもしれない。朝余裕があってハンカチ入れようティッシュ入れようとかだったけどなんか今のご時世はあの風のやつウィーンがその水が飛び散るからっていうので封鎖されてるところが多い。私あれでずっとやっちゃったからビューってだからハンカチも持ち歩くかなんか女子力が上がった気がしますはいすごい自分の意識もいろいろ変わりつつある感じ。うんいいことかなね。大事な意識大事な意識意外とね大切だよね。確かに人間力が上がりましたね、うん、とはいえねまだまだ気をつけないといけないのでしっかり気をつけて早くね船に皆さんが来てもらえるようにしないといけないですからね。みんなで気をつけましょう。みんなで気をつけようね。ちなみにこれが今日4本目なのでこれを飲み切ったら私は今日は2リットル飲んだことになります。リハの時点で1リットル、ね、メールに書いたけどリハの時点で1リットル飲んじゃったんだよね。もうめっちゃもうマイカーの瀬戸利って私ねえ本当にねえマジでめっちゃ汗かく。なんかすごい普通に公演しててもめちゃくちゃ汗かくんだけどリハの時に先生にちょっとなんかセーブした方がいいんじゃないってぐらいなんかめちゃくちゃ汗かく。いや違うんですよセーブなんか全力、まあ、確かに全力でやってるからめちゃくちゃ汗かいて顔真っ赤なのもあるんですけどもうなんか瀬戸利がすごいってなんか最初のブロックが一番体力使うかも。さ一番最初のブロック ST40 マイカーですまでの、うん、そこが一番私は体力勝負なところがちょっとあるちょっとある。盛り上がる系の曲ばっかり
だし常に跳ねてる感じ、こうやってめっちゃ水が、そうなの、だからずっと跳ねてる、それだなと思って、うんうん、あ、天国野郎楽しい、ありがとう。今日は私はなんかボンボンとキラキラをやりました。なんかめっちゃ主役じゃないのに主役みたいなキラキラで、ほのたんに、え、なんか私めっちゃ主役みたいじゃないって、いいじゃんいいじゃんって言ってくれて、今日は私はなんかキラキラしてました。次は誰が何を持つのか、誰が何をするのかお楽しみに。結構アドリブが多いっていうか、その公演なんか毎回見ても楽しいかも、毎回の公演って、なんかそりゃなんかここの振りのここを合わせようとかはしてるんだけど、なんかうんすごいアドリブも多いかも、マイカーの公演の一人は、うん、だから楽しみにですね。あとは STU マネカメ、マネカメ、マネージャーさんカメラっていうマネカメがあるんですけど、マネカメ見てる人いる？マネカメはね、なんか一回見たら楽しいと思う。私結構マネカメにわーってやってる。うん、見てます、ありがとう。結構見てくれてるんだ。なんかマネカメはその声始まる前のエンジンも見れるし、アフタートーク声終わってからもなんか見れる。そう、下手側にカメラがあるんですけど、固定したカメラが、私結構ね下手に行くこと何回かあるので、下手に行った時大体なんかマネカメを見てるかも。めっちゃ、あ、そうだね、お見送り動画も後で見れます。後半の曲がね割と下手が多いので、私あとはなんか、うん、うーん、だから割と見て、一回見てみるとちょっと楽しいかもしれないな、思います。デス多め、そうだね、ほのたん生誕祭見に行ってたのですか。私はね今日出演しておりました、ほのたんの生誕祭に出る側でしたね、うん、今日もいっぱい目を使った、早くコンタクト外そう、早く外そう。昨日の夜はクーラーをつけずに寝たんですけど、なんか別に無理はしちゃダメなんだけど、全然なんか真似しようとかしなくていいんだけど、熱中症とかなっちゃうから。昨日の夜ちょっと涼しいじゃないけど、あ、なんかクーラーつけなくても寝れるなと思って、なんか少量今もつけてないんだけど、クーラー今日もなんか窓開けたらちょっと涼しいっていうか、涼しくはないんだけど暑く、なんだろうな、うん、なんか私の最近のやつは、あ、そう、朝もだからお風呂に入る、シャワー浴びるんだけど、結局夜寝る前にお水飲んで、朝めっちゃ汗かいてるので、だからその、あの枕にもタオル敷いて
あの枕カバーの上にタオル敷いて寝て、でめっちゃ汗かいて朝起きてもうすぐ水飲んでガバ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 ってプハー風呂入るかーみたいな感じで、朝もシャワー浴びてみたいな感じでするとなんかすごいなんかシャキッとじゃないけど、なんか私はめちゃくちゃ汗かくので、なんかそれが合ってるじゃないけど、うん、すごい目覚めがいい感じかな。暑くて目が覚めない。でもね、一回暑くて目覚めたの、おとととといぐらいかな、にちょっと暑かったんだけど、いやなんか暑いけどまあ寝れるでしょと思って、暑い暑い暑いと思いながら寝たので、結局寝たんだけど、2時間後ぐらいに暑くて起きちゃってなんかもうはっ起きちゃって、えまだ暑っ、なんか起きた時の感想が暑っで、まあ、すぐ水飲んだんだけど、なんか寝れない、やばいこれ暑くて寝れないわと思って、その日はエアコンつけて寝ましたかな。最近今日も朝ちょっと涼しかった、朝特有のちょっと涼しさじゃないけど、なんか清々しい朝だったので、よかった。まあでもなんだろうな、別に個人差があるので、なんかそう年とかもあるからね年とかもなんか若いうちだとかいう話かもしれないし、わかんないけど、なのでなんか別にできる人はできるし、できない人はできないし、できない人はできないっていうか、なんかね全然私もなんか危険な暑さだと思ったら、あのちゃんとクーラーつけてるのでやめた方がいいよとかは大丈夫、自分もちゃんとなんか水分だから最近めっちゃ水飲んでる。おじさんですよ、いいじゃないですか、おじさんで、おじさんはクーラー、うん、いいじゃんクーラー。あ、ハンモックで最近寝ないな、ハンモック最近ずっと椅子型にしてるので、そのテレビ見るときとか勉強するときとかにこうゆらゆらしながら見てるかもしれない。おじさんクーラーをタイマー、あー実家でもたまにクーラーつけるときはタイマーでつけてるので、全然そうおじさんじゃなくて全国民だと思うよ。大丈夫、ね、布団は薄いやつですか。薄いやつでも薄いって言ってもね、布団かも、布団なんか冬は毛布布団布団毛布って寝てるんだけど、その毛布布団布団毛布の毛布布団のここの布団、なんかふわふわ毛布、薄い毛布、厚い毛布、うん、ふわふわ毛布、薄い布団、厚い布団、なんかちょっと重さがある毛布みたいな感じで4枚かけて寝てるんだけど、冬はの薄い毛布のその2枚目の薄い毛布を抱いて寝てるの、ここにクマネがいて、なんか私布団ね、なんか布団挟む人いるよね、私布団挟む人タオルケットはね今年ないですタオルケット今年ねなんか買おうと思ってねちょっと忘れちゃった布団はほぼかけてないです。お腹になんか乗ってるぐらいかも。お腹に乗ってるし、なんだろうな、うん、お腹に乗ってるかも。のとあとは抱き枕感覚かな。うん、抱き枕感覚かも。だし、あんまりなんだ、別にクーラーもしてないから、クーラーしてたら布団かけないとあれだけど、なんか。別にクーラーもしてないから甘い布団かけないかもしれない。歯は温めておく。え、なんか
お腹にかけるのは、まあ、ちっちゃい頃からどんなに暑くてもお腹には布団かけないといけなかったんです、ちっちゃい頃から。だからそれがもうなんか22歳だけど癖づいてる、お腹に毛布がないと寝れないっていうかになってるかもしれないもうそう、もうそういうなんか枕がないと寝れないぐらいのあれかな、当たり前な感じ、枕がそこにあるみたいな感じでお腹に布団がかかってるみたいな感じ。お腹だけ本当に上も下もかかってないけど、お腹だけなんかちょっとあのこう伸ばしてっていうかかってるかな、腹巻き最高。まあ冬は腹巻きいいけど夏はね暑いからね、なのでかかってるかなね、言われるよね。あ、ひんやりするやつ敷いて寝てる、いいよね。私もあのフランフランにあのタンブラー買いに行った時にその夏用のちょっとした薄い掛け布団と敷布団のその掛けるカバーみたいなのがセットじゃないけど売ってて、それを買おうと思って、結局でもなんか一緒に買っちゃうとあれだから、その時はタブレット買ったんですけど、そうなの、めっちゃ喉が鳴った今、グー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 って。そうだね、予算があったらいいんですけどね。そうなんかだから次またなんか行けた時に買いますって思ってて、多分夏が終わっちゃうやつこれは、うん、そうなんだよね。なんか結局この敷布団も毛布もずっと使ってるからなんか買い替えたいなって思ってて、お母さんになんか布団買い替えたいんだよねって言ったら、なんかいやそんなにまだ使えるじゃんって言われて、まあそうだよねって感じそうだよねって感じ、うん、まあ確かに使えるけど、まああんまり新しくはないかな今使ってる毛布とか、うん、あとは先の家の教えとして、暑い日はあの保冷剤を持って寝ます。保冷剤持って寝る、保冷剤をこの首の後ろとかに置いて寝るとか、保冷剤を持って足とかに当てたりとかして、ね、寝るとよくやってたのは、保冷剤4個持ってこことこことここにとここに置いてそのひんやりで寝るみたいな感じのをしてた。アイスノン最高、え、それな、そうアイスノンも最高。そう保冷剤はその硬い保冷剤だからその硬いんだけど、アイスノンは、ね、柔らかいからね強いけどそれはもうだってなんだろう、ずっと持ってたら冷たってなっちゃうから、こう適度にいろんなとこ当てなみたいな感じかな。はい、13位、中地さん、いてまいかさん、ありがとうございます。12位、アムワットさん、マングコロワングサクル、アムワット、アムワットはタイだっけな、アムワットさんはタイの方だっけな、合ってる合ってるかな、合ってるかな。コップンカー、ありがとうございます。アムワットコップンカー。12位、杉谷さん、ありがとうございます。10位、タネさん、ありがとうございます。9位、スランプくんさん、パネル申し込んで当たる魔法書きでお話し会をマックス申し込んだら当たる、ありがとうございます。8位、七福神さん、ありがとうございます。7位、ハルミンさん、滝の横、神吉、
ありがとうございます。6位なおさん、どんどん増す楽しさ増す、マイカー公演楽しすぎて最高、イエーイ、ありがとうございます。5位アルトさん、意味に楽しちゅう、ありがとうございます。4位ゴーセブンさん、仕事で忙しいけど楽しんでる、意味にが好き、ありがとうございます。2位遠藤さん、意味に大大大大好き、ありがとうございます。そして第1位が住吉慎二さん、しんちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうありがとう。今日のラッキーボーイ、ラッキーガールさんは、えい、しんちゃんさんと、えい、ゆっきーさん、きんさん、よいしょ、よいしょ、ファルコンさん、ファルコンさん、ありがとうございます。フラひまわり、明日いいことあるでしょう、ありがとうございます。はい、てっぷんさん、ちょっと汗かいてきたので窓開ける、終わったらすぐし、お風呂にドバーンって使って明日もいろいろ頑張ってきます。明日もね、朝早いのでちょっといろいろ頭も使うし、いろいろ頑張ってきます。この髪型結構みんなに、メンバーみんな可愛いって言ってくれた、嬉しいし、メイクも今日いい感じって言ってもらって嬉しかったです。はい、今日も一日お疲れ様でした。皆さん、今日は金曜日だ、一週間お疲れ、ありがとうございます。明日はね、ちょっと24時間テレビとは別のお仕事をしてきます。はい、それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張り、ゆみりん。それではおやすみなさい、バイバーイ、おやすみなさい、おやすみにんじゃに。おやすみなさい、おやすみ、おやすみ。